な宮みやは、日本の元俳優、東京都出身、俳優として活動していたときは、トップコートに所属していた。現在は、本名の平宮弘重名義で、商品プロデュースなどの活動を行っている。2000年に、オーディションを経て、宮本は門演出の舞台、滅びかけた人類、その愛の本質とは、の権威役で、 俳優デビューした。この時は、平宮博重名義で出演していた。翌2001年に、溺れる魚で、映画デビュー。2002年には、j ンの CM に出演するとともに、日本テレビにて放映された、極戦に、野田武志役として出演。2003年の TBS、高校教師に出演。同年に封切られた、映画、あずみにも出演。2005年には、 第29回エランドオール賞新人賞を受賞。スワロフスキーの主催によるクリスタライズドスタイルアワードをクリスタルのごとく洗練された輝きと創造性を有するセレブリティとして瞳と共に受賞。同年9月には女性誌アンアンでオールヌードを披露した。2006年に封切られた映画秋葉原ディープでは主役にあたるページという名の役を演じた。アメリカドラマ スーパーナチュラルの吹き替えを、セカンドシーズンまでで交板。2007年に、ニューカレドニア観光親善大使に就任した。近代一少年の事件簿 N では、主人公金伝11のライバル高藤春はじめを、演じ、稲垣五郎の近代一孝介シリーズの、悪魔が来たりて笛を吹くで、犯人役を演じており、 近代一光介の孫が活躍する物語と近代一光介が活躍する話の2作品で、それぞれと対決する犯罪者を演じた。2009年9月18日、ハローキティとのコラボレーションのジュエリーを発表。2010年、TBSK 連続ドラマ、ヤンキーくんとメガネちゃんで、主人公の高校2年生、品川大地駅を27歳にして演じる。 同作品はナルミアにとっては、初の地上波連続ドラマ単独主演作であり、ドラマ放送期間中は、品川大地オフィシャルブログのあるブログも開設された。2011年3月21日放送の、風の少年、尾崎豊永遠の伝説では、尾崎豊を演じ、ドラマ内での尾崎の曲をすべて自身で歌った。2012年10月、 相棒のシーズン11から3代目、相棒、海ル役で出演。2015年3月のシーズン13最終回をもって卒業した。当初は2年の約束であったが、水谷やスタッフサイドの要望により1年を延長された。2016年12月、写真週刊誌、フライデーにて違法薬物を使用した疑惑などが報じられた。所属事務所はの聞き取りや、 薬物鑑定をした結果、本人の薬物使用を裏付ける客観的事実は確認できなかったとして否定し、なるみや本人も疑惑を否定した。12月9日、これ以上自分のプライバシーが人の悪意により世間に暴露され続けると思うと自分にはもう耐えられ、そうにありません。絶対知られたくないセクシャリティの部分もクローズアップされてしまった。 関係者や身内にこれ以上の迷惑をかけるわけにはいかない。今すぐこの芸能界から消えてなくなりたいなどと書かれた自筆コメントを発表し、所属事務所を通じ芸能界からの引退を発表した。引退にあたり記者会見などは特に行われなかった。この引退により出演予定で第4話まで収録を終えていたテレビドラマ、就活家族きっとうまくいくは降板となり、趣味テクト、 コスモウォーター、ファイナルファンタジーレコードキーパーなどの CM も放送中止となった。上記自筆コメントには、心から信頼していた友人に裏切られ複数の人たちが仕掛けた罠に落ちてしまいましたとも書かれており、その関連事実のネットサイトによる調査、検証の動きもあった。2017年1月以降、出演作品の再放送は解禁されている。 ナルミヤが主人公の一人である、谷村正義を演じた、プレイステーション3用ゲーム、竜が如く4伝説を継ぐ者の,のプレイステーション4、一色版においては、セリフの新規収録が必要であったため、谷村役に、声優の増田俊樹が新規に起用されている。谷村の外見は、ナルミヤの顔をモデルに作成されたものであったため、外見も多少変更されている。 現在は海外に移住し、インスタグラムを本名で開設した後、自身の誕生日である2019年9月14日に、広重なリミアとしての公式サイトを開設。自身が描いた絵を元にした商品プロデュースに携わっており、マグカップやバスソルトなどを販売している。2020年4月27日、俳優の水島宏による、 インスタライブ配信を視聴していたところ、急遽コラボ出演することになり、20分ほど水島との会話を繰り広げた。同配信は水島の投稿に残され、約12万回再生されるほどの話題になった。2019年10月2日、ニュースポストセブンはテレビ朝日系、ドラマ、相棒での芸能界復帰を報じたが、一方で相棒の脚本家の一人である。 小清水康博は自身のツイッターでこの復帰報道はフェイクニュースであるとして否定しており、ミヤ本人も同月3日に自身のインスタグラム及びツイッターで一連のニュースを否定した。ニュースポストセブンが報道したテレビ朝日系ドラマ相棒への出演及び芸能界復帰に関してオーコンニュースの取材によると以前に所属していた芸能事務所であるトップコートは 何も聞いていないため回答できないとコメントをしており、テレビ朝日もその予定はございませんと回答している。2015年7月に放送された TBS 系列 A スタジオにて母子家庭で育ち、中学生であった14歳の時に母親が他界したことを明かしている。鳴宮は高校には進学せず、引っ越しや運送のアルバイトなどで自ら生計を立てて、 弟には毎日弁当を作って学校へ持たせるなどして面倒を見た。同番組内ではどうやったら弟を支えられるんだろうと思っていた時に偶然俳優のオーディションの話をいただいて受けたのがきっかけ前に前に出ていかなきゃいけないんで芸能界向いてるのかなって毎回悩んだりしますとも語っている。中卒の自分に何ができるかと考え芸能界入りする。 主演は役名を太字で示す。ありがとうございます。